はい、おはようございます。お集まりいただきましてありがとうございます。まずですね、6月定例会への提出案件について説明させていただきたいと思います。いわき市の物価高騰対策2023ということで、まだコロナ禍そしてウクライナ情勢の中で物価高騰が続いておりますので、そういった部分でのですね、さまざまな支援策でございます。ですね、こちらが全体像でございまして、すべてですね、6つのですね、分野に分かれております。そして、低所得世帯とか子育てとか保育とか農林中小企業公共事業観光などございまして、これが全体像でございますけれども、例えばこう青でですね、核ってなっているのは拡充したもので、赤で新ってなっているものがですね、新規というようなものでございます。事業規模が大きいものに関しましてはこう継続のものもこのポンチに入れさせていただきまして、私からはですね、全体像のですね、特に今回拡充するもの、そして新規で行うものを中心に説明させていただきたいと思います。そして全体のですね、それ以外の部分については後ほど財政部長から説明したいと思っております。でこれら一個一個についてですね、次のページのスライド以下説明させていただきたいと思います。はい、まずですね、子育てに関する支援ということでございまして、従来から小中学校の給食費の高騰対策をやっております。また給食の魚食普及ということでありまして、物価高騰が続く中で市の水産物の消費拡大というような狙いも込めまして、給食に市の水産物を提供するということでございます。従来のものと今回のもので合わせて18回分ということで、ポイントはですね、一番下に書いてありますけど、従来のものとこう合わせますとですね、金額はこれだけなんですが、小学生で月当たりだいたい600円、中学生が月当たり1人当たりですけども約700円の助成ということで、給食費というのはだいたい小学生で4090円、中学生で月当たり4760円でございますけれども、そのうちのですね、これだけの金額が結果的に助成されるような仕組みになります。で第3子以降に関しましては今年度からですね、負担なしということになっております。農林水産業に対する支援でございます。でこちらが新規でございまして、畜産農家への緊急支援事業ということでありまして、こちらにこう書いてありますけど、乳用牛とか肉用牛とかに関してですね、やはりこう飼料価格が非常にこう高騰している状況がございますので、飼料価格の補助というようなことでございます。牛の種類によってですね、飼料の値段が違うということでありまして、こういった単価になってございます。そしてあと林業木材産業ということで、こちらは拡充でございまして、従来から林業従事者の燃料費の高騰分というようなことでの支援を行っておりますけれども、今回ですね、新たにクレーン付きトラックというのも補助対象にするということで、こちらの金額が補助単価になっております。次、中小企業に対する支援ということでございまして、こちらは新規でございます。で特にですね、エネルギー価格の高騰という事情がございますので、その影響を受けている経営コストを削減するためにですね、中長期的に考えてみて、省エネルギー効果の高い設備への投資というのがやっぱり必要になってくるわけです。例えば LED でありましたり、空調でありましたりですね、冷蔵庫とか、そういったものに関しまして、中長期的に見てコストパフォーマンスがいいような設備に変えるというようなニーズが非常にあるわけですけれども、それに対する支援ということです。で県がですね、すでに、予定しているものがありまして、県がだいたい一事業者例えば450万でありました場合に、県が3分の2を補助するメニューを用意しておりますけれども、今回、市といたしましてはですね、この残った本来事業者が負担すべき3分の1の部分の、さらにこう3分の2の部分ですね、この赤い部分、これを市が補助しようということで、結果的に事業者に関しましては、計算すると9分の1ぐらいの50万円というようなことになります。で2つ目はですね、これも中小事業者ですけれども、生産性向上のためにやはりこう今全国でも議論になっておりますけれども、賃上げを
行おうという中小事業者に対しましての支援であります。で、これは下にちっちゃい文字で書いてあるんでちょっと見えにくいんですけれども、事業場の中のですね、最低賃金、その一つ一つの事業場の中のいろんな人のこう賃金あるんですけど、その中でのこう最低賃金によって、まあ、助成率が違うんですけれども、まあ、そういったものに対して国が補填する業務改善助成金というお金がございまして、例えば事業費、賃上げ環境の整備を行うようなですね、中小事業者が700万円という場合には国が600万円というようなことになりまして、それに対しまして、国が行う分のですね、10分の1を市が補助するというようなことで、市が60万円ということで、結果的に事業者の負担は軽減されて40万円ぐらいになるというようなものでございます。そういったですね、市の中でなかなかこのあたりが大きな課題なんですけど進んでない部分でございますので、賃上げに向けた環境整備というのを行っていくというものでございます。ですね、次は地域公共交通、地域観光業への支援というものであります。で、これも1個目はですね、拡充ということなんですが、観光業の需要回復ということで、従来ですね、宿泊割引クーポンというのをやっておりました。これをまた継続して行おうというものであります。旅館業組合なんかとですね、連携しながら引き続き進めていくというものであります。加えまして、ここで赤字で書いてあるんですけど、インバウンドの需要っていうのがですね、見込まれるんではないかなと思っております。かなりですね、コロナが5類になりまして、インバウンドもかなりですね、特に首都圏なんか行くとかなり外国人がもう来てますね。で、いわきでもちらほらと外国人が見られるようになりましたけれども、そういったこう外国人のインバウンド需要っていうのも取り込んでいく必要があります。で、そういう中でいわきサンシャインマラソンが昨年度久しぶりに開催されましたけれども、サンシャインマラソン、マラソン熱が高い台湾がですね、ございまして、福島空港もですね、台湾からのインバウンドということで進めておりますので、そういった県の取り組みなんかとも連携しながらですね、サンシャインマラソンに向けて台湾から100人を誘客できないかというようなこうインバウンド策でございます。あと下がですね、観光バスツアーということで、こちらですけど、これも従来からやっているものでございますけれども、日帰りとか宿泊をするようなそれぞれのツアー、参加人数に応じましてこれだけのですね、借り上げバスに対する経費の補助というのを引き続き行っていくというものでございます。はい、6月議会の提出案件に絡む最初の説明は以上でございますので、引き続き関係部長からですね、説明を行ってもらいます。それでは資料に基づきまして、6月定例会の提出議案をご説明いたします。資料の表紙をお開きいただきます。提出議案の件数は記載のとおり一般議案が24件ございまして、その内訳は条例の制定案が2件、廃止案が1件、改正案が8件、予算の補正案が4件、その他工事請負契約など6件でございまして、人事案件が固定資産評価審査委員会委員の選任の同意を求めることなど3件でありまして、これは追加提案の予定でございます。また報告は令和4年度いわき市一般会計継続費など計9件の繰越計算書などでございます。このほか提出をいたしまして、いわき市土地開発公社など計7件の経営状況がございます。次のナンバー1をお開きください。議案第1号はいわき市地方創生応援基金条例の制定についてであります。法案は地域再生法に規定いたします町人仕事創生寄付活用事業、いわゆる企業版ふるさと納税によります基金を活用いたしまして、本市の地方創生に役立てることを目的として基金を設置するため制定するものでございます。主な制定内容といたしましては、積立額は毎年度予算で定めること、基金に属する現金は金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管するなどの管理に関すること、基金運用収益は予算に計上して基金に編入すること、基金は目的に適合した事業の財源に充てる場合に限り処分できることなどを定めるものであります。執行日は公告の日としております。次のナンバー2をお願いいたします。議案第2号は子ども家庭庁設置法等に伴う関係条例の制定についてであります。法案は本年
4月1日にこども家庭庁が発足しまして、内閣府および厚生労働省の所掌事務が同庁に移管されたことに伴いまして、関係条例について所要の改正を行うため制定するものでございます。主な制定内容といたしましては、記載の条例につきまして引用している法律等の改正に伴い、厚生労働大臣を主務大臣に改めるなどの規定を整理するものでございます。施行日は公布の日としております。ナンバー3をお願いいたします。議案第3号、いわき市土地計画事業平南部第2土地区画整理事業施行規定の廃止についてであります。本案は当該事業の清算事務が本年3月14日に完了したことから本規定を廃止するものでございます。施行日は公布の日としております。なお事業概要等は適用欄のとおりであります。次のページナンバー4をお願いいたします。議案第4号は、いわき市職員の特殊勤務手当に関する条例の改正についてであります。本案は、本年5月8日から新型コロナウイルスの感染症が5類に位置づけられましたことによりでですね、人事規則が改正されまして、職員の防疫作業にかかる特殊勤務手当の特例措置を廃止しまして、今後、同様の事態が発生した際にはですね、手当支給を可能とするというような形にしたことに伴いまして、本市も同様とするため、所要の改正を行うものでございます。施行日は公布の日としております。なお、貿易作業と手当の内容については、適用欄に記載のとおりでございます。次のナンバー5をお願いいたします。議案第5号は、いわき市税条例の改正についてであります。本案は地方税法等の一部を改正する法律が本年3月31日に公布されたことに伴いまして所要の改正を行うものでございます。主な改正内容の1点目は特定小型限度機付き自転車の新設であります。これは一定の要件を満たす電動キックボードなどにつきまして新たに特定小型原動機付き自転車と定義されることに合わせまして税率を2000円とし令和6年度以後の軽自動車税に適用するものでございます。こちらの施行日は本年4月1日となります。2点目が軽自動車税付加徴収の特例措置の見直しであります。こちらは自動車メーカーによるですね、燃費性能などにかかる不正行為に対しまして不正により生じた納付総額にかかる納税義務を当該不正を行った自動車メーカーに負わせる特例措置について納付総額を徴収する際に加算する金額をこれまでの 10% から 35% に引き上げるものでございます。こちらの施行日は令和6年1月1日となります。また3点目は個人市民税における寄付金税額控除の対象法人として社会福祉法人ゴールデンハーブを追加するものでございます。こちらの施行日は公布の日としてございます。次のナンバー6をお願いいたします。議案第6号はいわき市火災予防条例の改正についてであります。本案は本年2月21日に公布されました省令によりまして対象火器設備等の位置構造及び管理並びに対象火器器具等の取り扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部が改正されたことなどからですね、所要の改正を行うものでございます。主な改正内容の1点目といたしましては急速充電設備の定義の変更でございます。電気自動車などにかかる急速充電設備につきましては全出力 200kW の上限を撤廃するものでございます。これは記載適用欄の方に記載のとおりですね、この全出力が 200kW を超える大出力の急速充電設備につきましてはこれまで変電設備扱いとされておりましたが、そういった場合ですね、設備内に担当者以外の者が出入りすることができなかったんですが、これが今回の改正によりまして、急速充電設備扱いとなりまして、こうしたこともですね、解消されるというものでございます。こちらの施行日は本年10月1日としてございます。2点目が、喫煙所の標識等の変更についてであります。健康増進法の規定を
変更増資後のですね、規定と、整合を図るものでございます。こちらの施行日は公布の日からとしております。次のナンバー7をお願いいたします。議案第7号は、いわき市印鑑の登録及び証明に関する条例の改正についてであります。本案は、令和3年5月19日に公布された法律によりまして、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律が改正されまして、マイナンバーカードの電子証明機能がスマートフォンに搭載されますことから、当該機器を利用いたしまして、コンビニエンスストアなどでですね、この印鑑登録の証明を申請することができるようにするため、使用の改正を行うものでございます。施行日は市長が規則で定める日としてございます。次のナンバー8をお願いいたします。議案第8号は、新型コロナウイルス感染症の影響による被害を受けた者に対する国民健康保険税の減免に関する条例の改正についてであります。本案は、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、甚だしく被害を受け、単税力を著しく喪失した納税義務者に対しまして、令和5年度において、令和4年度相当分の国民健康保険税の減免を実施するため、所要の改正を行うものであります。適用に記載のとおり、この令和4年度相当分と申しますのが、令和4年度末にですね、資格を取得したことで、令和5年4月以後に納付金が到来するものでございます。また、減免対象世帯といたしましては、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯など、記載のとおりでございます。施行日は交付の日としてございます。次にナンバー9をお願いいたします。議案第9号は、いわき市国民健康保険税条例等の改正についてであります。本案は、国民健康保険事業の安定的かつ円滑な運営を図るため、税額の改正及び地方自治法施行令の一部を改正する政令が本年4月1日に施行されたことなどに伴いまして、所要の改正を行うものでございます。主な改正内容の1点目といたしましては、各一の国民健康保険税額の改正として、あの表の基礎課税額、いの表の後期高齢者支援金等課税額、およびうの表の介護給付金課税額のこの均等割額と平等割額について、それぞれ表に記載のとおり改めるものでございます。次のページをお開きください。1点目の括弧2の地方税法施行令の一部改正に伴う改正については、丸1の付加限度額の改正の表のとおりですね、後期高齢者支援金等課税額の課税限度額を2万円引き上げまして、22万円に改め、また、丸2の軽減基準の改正の表のとおりですね、軽減判定所得の基準の見直しを行いまして、5割および2割軽減の対象となる所得の算定における被保険者の課税に乗ずべき金額を29万円、53.5 万円にそれぞれ改正するものでございます。2点目が、東日本大震災に伴う国民健康保険税の減免申請の特例について、令和4年度分までとしていた対象期間を令和5年度分まで延長するものでございます。施行日は交付の日としてございます。次のナンバー10をお願いいたします。議案第10号は、いわき市立小学校及び中学校条例の改正についてであります。本案は、遠野地区の小中学校につきまして、令和6年4月に同時再編する方針を決定したこと、また川前地区の小中学校について令和5年度末に廃止する方針を決定したことに伴いまして、所要の改正を行うものでございます。改正内容といたしましては、記載のとおり、名称変更として、稼働の小学校及び稼働の中学校を遠野小学校及び遠野中学校に改め、廃止する小中学校として入り遠野小学校ほか7校を条例から削除するものでございます。施行日は令和6年4月1日としてございます。次のナンバー11をお願いいたします。
議案第11号は、いわき市市営住宅条例の改正についてであります。本案は建物の老朽化に伴いまして、市営住宅宮田団地等下の表に記載の5団地ですね、こちらの5団地の39戸を用途廃止するため、所有の改正を行うものでございます。なお、今回の改正に伴いまして、市営住宅の管理戸数は7840戸となっています。施行日は公布の日からとしてございます。次に、ナンバー12をお願いいたします。議案第12号から議案第15号までは令和5年度いわき市補正予算でありまして、後ほど財政部の方からご説明を申し上げます。次のナンバー13をお願いいたします。議案第16号は工事請負契約についてでございます。南部清掃センター発電用蒸気タービン整備工事についてでございます。こちら契約の方法、契約金額、工期及び契約の相手方については記載の通りでございます。なお適用欄の工事概要といたしまして、この南部清掃センターに設置してございます発電用蒸気タービンにつきましては、保安規定にのっとりまして年に 4年に1回ですね、の本体開放検査および経年劣化した部品について、交換との整備を実施、機能維持を図っているものでございます。次のナンバー14をお願いいたします。議案第17号は工事請負契約の変更についてであります。いわき市内郷消防署庁舎新築工事についてでありまして、最新単価に基づく契約変更に該当するため、新単価に基づく契約金額を記載のとおり変更するものでございます。契約の相手方、工期及び工事概要については記載のとおりとなってございます。次のナンバー15をお願いいたします。議案第18号は事業委託契約についてでございます。本案は老朽化した常磐線泉駅自由通路にかかる修繕工事を委託するものでありまして、契約の方法、契約金額、期間及び契約の相手方については記載のとおりでございます。次のナンバー16をお願いいたします。議案第19号は財産取得についてであります。本案は各種会議の資料などのデジタル化、ペーパーレス化を図りまして、業務の効率化につなげるため、ペーパーレス会議システム用タブレット端末を購入するものでございます。タブレット端末175台を購入するものでございまして、取得価格、納期および物件の供給者等は記載のとおりであります。次のナンバー17をお願いいたします。議案第20号は訴えの提起についてであります。本案は市営住宅入居者で正当な理由がなく長期にわたり家賃を滞納している10名に対しまして、市営住宅の明け渡し及び滞納家賃等の支払いを求める訴訟を提起するにあたりまして、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものでございます。事件の相手方の概要につきましては適用欄に記載のとおりであります。次のナンバー18をお願いいたします。議案第21号は損害賠償の額を定めることについてであります。こちらは総合いわき共立病院におきまして手術を受けた患者が病院側の対応不適切だとして発生した事件について損害賠償の額を定めるため地方自治法の規定により議会の議決を求めるものでございます。相手方および損害賠償額は記載のとおりでありますが、適用欄記載の事件の概要についてでありますが、こちらは平成28年2月に井戸病院において口腔内消炎手術を受けた女性患者が、治療を継続していたものの症状がですね、改善しなかったことから、同年9月に治療の効果判定のため、CT 撮影を行ったところですね、この手術時に留置したベンローズドレーン、これは
手術後にですね、体内に留まっていた体液などで体外に排出する、まあ、管のようなものなんですが、まあ、そのベンローズドレーンが、まあ、残っていたと異残が判明いたしまして、まあ、その除去手術を行ったものでございます。次のナンバー19をお願いいたします。ここからは報告案件となります。報告第1号は令和4年度いわき市一般会計継続費繰越計算書についてでありまして、一般会計に係る川前支所庁舎等整備事業など記載の重事業について議会に報告するものでございます。下段の報告第2号は水道事業関係の継続費に係る繰越計算書で記載の2事業となっております。これ以降報告第9号までは同様に一般会計特別会計等の繰越免許費及び自己繰越に係る繰越計算書について、まあ、議会に報告するものでございます。それではナンバー24をお願いいたします。こちらは提出案件でございます。地方自治法の規定によりまして、いわき市土地開発公社など記載の7法人の経営状況に係る説明書類を提出するものでございます。次にナンバー25をお願いいたします。追加提案予定の人事案件でございます。固定資産評価審査委員会委員については、委員 6名のうち1名が、岩崎財産区管理委員については委員7名のうち2名が、また川前財産区管理委員については委員7名のうち1名が、まあ、いずれも本年6月30日で、まあ、任期満了となるため、新たに選任するにあたり議会の同意を求めるものでございます。私からの説明は以上でございます。財政部でございます。私からは令和5年度6月補正予算案の概要、こちらの資料に基づいてご説明させていただきます。まず資料1ページお開きください。総括表の補正額をご覧いただきたいんですけれども、今回の補正額でございますが、一般会計につきましては10億604万2000円、特別会計につきましては1億4235万1000円、企業会計につきましては200万円、合わせて11億5039万3000円となってございます。またその下でございますが、特別会計、企業会計の内訳でございますが、国民健康保険事業会計におきましては、国民健康保険税の本算定等に伴う補正といたしまして、1329万9000円、競輪事業会計では、令和6年度に日本選手権の開催決定しましたので、そちらに伴う補正ということで1億2905万2000円、病院事業会計におきましては、先ほど総務部からも説明ございましたが、共立病院における医療行為に対しての患者に対しての和解金ということで200万円の補正を行っているところでございます。それではページお開きいただきまして、2ページでございます。一般会計の予算規模についてでございます。総額は10億604万2000円となってございます。このうち物価高騰対策といたしましては、14事業8億2597万3000円でございます。こちら記載のとおりでございますが、子育て世帯、保育施設、農林水産業、中小企業等、公共交通、観光事業、この5つの分野への支援を行うという内容となってございます。またそのほかといたしまして、7事業1億8006万9000円計上しておりますが、こちらは緊急に事業を行う必要があるものであるとか、そういったもので、例えば石炭化石管の建て小屋蔵の解体費用、こういったものを計上しているものでございます。個別事業につきまして次のページから説明させていただきますが、先ほど市長の方から説明ございましたので、その部分については省略をさせた形で説明させていただきます。まず3ページでございますが、こちらは物価高騰対策にかかるもののうち、子育て世帯に対する支援ということで、こちら先ほど市長からも説明ございましたので省略をさせていただきます。次に4ページでございます。保育施設等に対する支援ということで、
1、服飾材料費高騰対策事業費補助金ということで、3983万5000円を計上しております。こちらは私立保育所や幼稚園等に対しまして、服飾材料費高騰分を補助するというものでございます。右の表をご覧いただきたいと思いますが、児童1人当たり月額470円を基準単価といたしまして、補助するというスキームとなってございます。事業費でございますが、私立保育所等につきましては3508万3000円、私立幼稚園に対しましては475万2000円となってございます。次に丸2、光熱費高騰対策事業費補助金でございます。3455万4000円でございます。こちらは私立保育所幼稚園等の光熱費の高騰分を補助するという内容でございます。私立保育所等に対しましては保育所等の定員に応じまして1施設あたり月額4000円から9万6000円の補助を行うということで、事業費については2956万4000円となってございます。また私立幼稚園に対しましては、こちらは保育所より在園時間が少ないということで単価も小さくなってございますが、定員に応じまして1施設あたり月額2800円から5万400円の補助を行いまして、事業費は499万円となっているものでございます。次に丸3、放課後児童クラブ等光熱費高騰対策事業費でございます。1152万8000円でございます。こちらは放課後児童クラブなどの光熱費高騰分を補助するという内容でございます。放課後児童クラブに対しましては児童1人当たり月額240円から260円の補助、また地域子育て支援事業所などに対しましては年間で11万6000円の補助を行うという内容となってございます。ではページをめくりいただきまして5ページでございます。こちら農林水産業に対する支援ということで、こちらについては丸1でございますが、施設園芸農家緊急支援事業費補助金7829万3000円でございます。こちらは施設園芸農家に対しまして燃料費の高騰分を補助するというものでございます。加温設備の燃料にですね、重油や灯油を使用する農家に対しましては1リットル当たり27円以内の補助、また LP ガスを使用する農家に対しましては1キロ当たり44円以内の補助を行うという内容となってございます。その他につきましては先ほど市長から説明申し上げた通りでございます。それから6ページでございます。こちら丸2の運送事業者、港湾運送事業者等事業継続支援金をご覧いただきたいと思いますが、こちら4460万6000円を計上しております。こちらは運送事業者などに対しまして燃料費高騰の負担軽減のための支援金を給付するという内容でございます。トラックや重機などに対しましては1台当たり1万円、また運転代行や移送バスなどに対しましては1台当たり7500円を支給するという内容でございます。ではページをめくりいただきまして7ページでございます。地域公共交通、地域観光業等に対する支援でございますが、こちら丸2をご覧いただきたいと思います。交通事業者車両維持支援金7325万円でございますが、こちらは物価高騰によりまして影響を受けている交通事業者に対して車両維持のための支援金を支給するというものでございます。乗り合いバスに対しましては1台当たり20万円、貸し切りバスに対しましては1台当たり10万円、タクシーに対しては5万円という内容でございます。ページをめくりいただきまして8ページでございます。その他の事業ということで、ここからは物価高騰対策以外の事業となります。まずは観光施設管理経費、石炭化石館建て小屋蔵解体事業でございます。事業費は7726万9000円でございます。こちらは昨年3月に発生しました福島県沖地震によりまして、被害を受けた建て小屋蔵について修繕等によって安全性の確保が困難であるということが判明しましたので、解体工事を行うものでございます。今般解体のための仕様書がまとまったということで6月補正で対応を行うものでございまして、こちら令和6年度まで工事続くということでございますので継続費の設定も行うものでございます。
次に丸2、船舶給水設備移設事業費4824万6000円でございます。こちらは小名浜地区流通加工機能強化施設の整備に合わせまして、海鮮誘致に必要な給水設備を整備するというものでございまして、こちら経緯といたしましては、現在船舶給水設備につきましては、平成27年度に市が3台整備をしております。今年度ですね、県漁連の方で小名浜の流通加工機能強化施設の整備を進めておりますが、こちらの施設の地下にその管が走っているということで、給水管の移設を行う必要があるということで、そのための経費となるものでございます。次に丸3、風力関連産業推進事業費3165万1000円でございます。こちら風力関連産業の集積のために、今後市場拡大が期待される浮体式洋上風力発電事業の展望の調査分析、それから地域サプライチェーン体制の事業可能性調査、海外における主に台湾を想定しているというものでございますが、ビジネスマッチングを行うという内容となってございます。では9ページお開きください。丸4、子どもの安心安全対策支援事業費補助金1452万5000円でございます。こちらは障害児通所支援事業所に対しまして、送迎用バスの安全装置設置、置き去り防止ブザーでございますが、こういったものに要する費用の一部を補助するという内容となってございまして、1台あたりの上限は17万5000円の補助となるものでございます。次に丸5、仮称でございます、常磐地区交流拠点施設整備事業費でございます。1299万1000円でございます。こちらは常磐地区の市街地再開発に伴いまして、常磐地区交流拠点施設の整備に向けまして、公民連携の手法に基づく実施方針や、要求水準書の作成などを行うものでございます。こちらについては高度に専門的な知識やノウハウが必要であるということで、アドバイザリー業務委託を行うというものでございます。こちらも令和6年度まで事業が続きますので、継続費の設定を行ってございます。最後に丸6、その他でございます。こちらには義援金の復興基金への積み立てでありますとか、国民健康保険税の本算定に伴う一般会計からの繰り出し金の補正を行うという内容となってございます。では10ページでございます。継続費と債務負担行為の設定についてでございます。こちらにつきましては、先ほどもご説明いたしましたが、常磐地区交流拠点施設整備の業務委託、それから、石炭化石管の立て小櫓の解体事業については令和6年度まで事業継続しますので、そちらに伴う設定ということと、特別会計につきましては、競輪事業特別会計におきまして、令和6年度に日本選手権開催いたしますので、それに伴って、オーロラビジョンの不具合の回収、それから日本選手権の開催告知、こういったものを来年度まで事業継続いたしますので、継続費と債務負担行為をそれぞれ設定するというものでございます。11ページ以降につきましては、一般会計歳入歳出の内訳となりますので、こちら後ほどご覧いただければと思います。私からの説明は以上でございます。で、案件の2つ目がですね、県内初なんですけども、登録防災士という仕組みをいわき市で設けておりまして、逃げ遅れゼロを目指した取り組みということでのものでございます。登録防災士に関しましては、すでにですね、もう発表させていただいて、すでに運用しているところでございますけれども、これも県内では初めての仕組みでありまして、後でこう出てきますけど、防災士という方々がいわき市に1004人おりまして、そういった方々の実際災害があったときに実際機動的に動いてもらう人たちに手を挙げてもらって、登録をしてもらってですね、自主防災組織に張り付いてもらうというそんな仕組みであります。で、自助共助の力を高めていくために、自主防災組織にですね、2名以上それぞれ403の自主防災組織が全市にありますけれども、それぞれ防災士をですね、今後2名以上配置するっていうのを目標にしています。この防災士って言った場合、登録防災士以外も含むんですけれども、今後これら4つのことを 100% 実現していきたいなと思っております。
で、そういった防災士を養成していくためにですね、防災士養成講座っていうのを27年度からやってまして、これまで市独自で447名おります。あとそれ以外にですね、皆さん市民の方が自分たちがこう独自にいろんな場所で取ってきたものに関しまして合わせますと1004名というさっきの数字でございます。それは東北でナンバーワンの数字になっております。で、まあ、こういった市独自で防災力強化を図るためにやるんですけども、令和4年から対象者とか実施回数を拡充してまして、拡充内容がですね、右側なんですけども、これまではその自主防災組織の構成員とか市の職員に限ってたところなんですけども、学生とか防災活動に関心のある方とか市内の企業ということで、より広くですね、災害があった時に機動的にこういろんな方々に関わっていただくという意味で拡充しています。あと実施の回数が年2回で、実施対象回数が110人ということで拡充しておりまして、今年度はですね、8月に2回開催いたしまして55名ということです。で、募集対象は学生と企業、防災活動に関心のある方広く、そしてこの市の独自のものに参加していただくという以上はですね、登録防災士として次の活動に参加していただけるということで、市が行う研修年4回参加してもらったり、防災訓練に関わってもらったりですね、講習会の活動、あとは避難所の運営、実際ここがポイントなんですけども、開設とか運営に関わってもらうということで、まあ、専用にいる防災士の中で登録防災士にですね、こう登録してもらって、それでこう実際に働いてもらうというようなことです。で、そういう前提でですね、市が全額を負担して、無料で受けてもらうということで、こういった期間に実施してもらいまして、構成員対象の第2回目の講座というのが10月に別途開催をする予定にしております。で、登録防災士制度はもうすでに昨年の8月に発表して登録をいろんな方にいただいておりまして、今200名まで集まっておりまして、まあ、そういった方々にですね、避難所の開設とか運営っていうのをやってもらうようなことになっております。で、今後ですね、令和4年度のこういった登録防災士の方々を対象にしたスキルアップ研修でありましたり、防災訓練でありましたり、こういった市が行う出前講座を見学してもらうとか、地域防災力の向上研修というのをに参加してもらうということでありまして、まあ、スキルアップ研修ということも5月27日に開催するということで、まあ、登録防災士を対象にするということ、これも登録防災士自体が県内初でありますし、こういった取り組み自体も県内初です。で、研修内容は避難所の開設運営に関するこういったことでありまして、前提としてですね、タイムライン、時間ごとに何をどうすべきかっていう、その初動体制のシミュレーションがあるんですけど、そういったものに基づきまして、早めの避難というのが基本なんですけれども、吉島工業団地内、そして赤い駅前の事業所と協力をして駐車場とかですね、避難場所を確保してもらったりして、訓練を行うというものでありまして、垂直避難とか運営スタッフの充実というようなことでの、こういったですね、学校の校舎を使っての避難だとか、あとは関係者による避難運営体制の研修というのを行うということです。で、今後はですね、今申し上げたのはその登録防災士のスキルアップ研修ということでございますけれども、今後ですね、関係者による運営組織を設置いたしまして、防災訓練を通じまして検証しまして、で、それをですね、他の想定浸水想定区域に水平展開していくようなことを考えています。今回は平4章をモデルにやるんですけど、それを広げていくということですね。で、最後の案件でありまして、これはいわき市の健康課題というのは従来からですね、非常に深刻でありますけれども、例えばお達者度ということで、65歳以降何年健康寿命が続くことができるかという意味で、いわき市は男女ともですね、過去10年以上にわたって13の県内の市でワーストを続けているということとか、塩分摂取率もですね、国の基準よりもプラス2グラム以上やっぱ高いという現状がありまして、高血圧の割合だとか、あとはその脳卒中とか心筋梗塞とか、そういう死亡割合も極めて高くなっておりますので、まあ、こういったですね、減塩レシピの開発というのを
今回行っていこうというものです。でこれが全体のこう人塩プロジェクトということで、従来からメディアの方にもご紹介いただきながらやっているもので、これ従来のものを含んでおります。もう一つまみの塩をですね、こう1日減量 していきましょうっていうコンセプト、あとそれによってこう健康になれば喜び人塩って、まあ、そういうような意味でございまして、これが全体像で、ございますけれども、今日紹介したいのはですね、ここの減塩レシピの開発という部分でございます。で、人塩ラボというのを今回新たに作ります。でいわき市の職員のですね、栄養士がおりまして、栄養士がですねこう結集してですね、知恵を絞って減塩レシピを開発するというものでございます。7人の栄養士が、連携をして、レシピを開発しましょうということでありまして、こうアイディアソンという考え方、私もこれ初めて知ったんですけれども、アイディアをですねこう出し合ってですね、でアイディアを出し合って、このソンというのはマラソンのソンという言葉なんですけども、でアイディアとそのマラソンのにこう競い合うっていうことの造語でアイディアソンっていう言葉で、いろんなこうアイディアをですね、それぞれいろんなその構成員がこう出し合って競争しながら、レシピブックだとかレシピの提供をしたり、小売店、学校給食なんかとのも連携していくということです。で減塩のためのレシピっていうところで始まるとですね、結構その薄味になったりしてですね、食べたくないなとか、その何かこう食欲が湧かないなっていうことになりますんで、こう食べたくなる、そして美味しい、レシピであって、それが結果として減塩につながっていたみたいな、そういうコンセプトで進めていくということでございます。で実際の工程でございますけれども、今日の記者会見の後にですね、今後はキックオフミーティングだとか課題の共有をやりまして、こういったアイデアを出し合って、秋ごろにですね減塩レシピを開発を行いまして、冬に関して、冬ごろにですねレシピブック、レシピの提供、小売店との提供というようなことを進めていくということでございまして、今後ですねそういったこう開発過程におきまして、メディアの方も含めた試食会というのを計画しておりますので、ぜひですねご参加いただければと思います。日程が決まり次第そちらは別途お知らせしたいなというふうに思います。大変説明が長時間にわたりまして恐縮ですけれども、説明は以上でございます。それでは皆様からの質問をお受けいたします。メニューでございますが、基本的には常磐ものでございまして、例えばメヒカリの唐揚げであるとか、サンマのポーポー焼きであるとか、カジキカツだとか、そういった常磐ものの商品につながるものを一品提供という形にしております。あと大きさが、3センチ程度の長さで、まあ、このぐらい程度の、まあ、ストロー状のものなんですけども、体液とか、海とかを排出させるということで、プラスチックになっております。この、まあ、管ですね、手術した後、まあ、通常ですと数日間設置しまして、数日した後、まあ、海がなくなっている状態が緩和した後で、取り外すっていうのが通常の流れでございます。で手術した後、数日後に状態を見まして、その時に担当医はペンローズ奴隷がなかったっていうところで、本来であれば、まあ、紛失したっていうことで、すぐにCT とか画像診断を行ってよく調べるべきところだったんですけれども、その CT 等の画像診断をやらずに、まあ、大概に出てしまったんだというふうに、まあ、誤認しまして、そのままにしてしまった、残してしまったというのが原因でございます。はい、ここもまだちょっとあれですね、決めてないんで、できれば早くこうその目標もですね決めていきたいなと思うんです。私の感覚的にはこう 2年とかだといいのかなと思うんですが、今年度中とかだとこう急なので、まだそのあたりの目標設定がちょっとできていないところがありますので、またそこはできましたら改めて報告させていただきます。ですね、結構機能していないところも多くてですね、その自主防災組織を作った時にいろんなこう備品を購入したりする時のこう支援があるんですね。それでこうまずはこう整備できるんですけれども、中にはこう1年に1回も
防災訓練を行っていないというようなところがやっぱり全体の半分以上ありますので、ましてやその地域の計画を作っているかというとそういうところは結構少ない状況でございますので、まあ、そのあたりの呼びかけというのが課題になっています。なので先進事例やっぱりいくつかありますので、そういうのを研修会で発表してですね、それを共有して広げていくようなところです。はい、非常に関心が高まっていると思っています。で、子育て支援の政策が非常にですね、今自治体間で非常に競争が過熱化しています。で、いわき市のような大きいところだと人数も多くてですね、一気にできないという課題もあります。で、非常に多少不健全な競争みたいなのもありまして、ばらまき合戦みたいなところもありますので、まあ、そのあたりは全国市長会を通じて、国の方でですね、一律な最低限のところは保障すべきだということを申し上げています。で、給食の拡充に関しましては、まあ、今後の重要な検討課題だと思っておりますので、まあ、今回はこういうような形でございますけど、今後ですね、検討していきたいなと思っております。まず人数とかまた後で担当者からあればお話しさせますけども、そうですね、今回廃止するということでありますけれども、今後ですね、移住が進んだりとか中山間地域が盛り上がってきてですね、違った流れができればまたその時点で、再開とかもですね、可能性っていうのは検討していかなければいけないなというふうに思っております。もう廃止したからずっとこのままなくなるということではなくてですね、まあ、それはそういう前提で地元の方々とはお話はしております。ただ現状においてそういう流れにないので、今こういう結論になっているということです。あとあれですか、学校の人数とかですか。はい、それで遠野地区につきましては、あとですね、令和4年度の小学校、門野小学校が141人、入り遠野小学校が60人で、門野中学校が73人、入り遠野中学校が32人ということで、合計306名いるんですが、10年度の推計ではですね、約3割減少ということで209人まで、まあ、減るというような、まあ、推計を立てております。で、そうした中で特に飯遠野小学校については令和9年度から全ての学年において複式化が進むというようなと、まあ、推測というか、まあ、されるという形になっております。で、川前地区につきましては、先ほどもしおっしゃられた通りですね、小学校については全ての学校が今年度休校で、中学校については川前中学校が9校で、奥寄り中学校が2名、小寄り中学校が1名で、6年度以降の推計で少なくとも9年度までは新たな入学者が見込まれないというような状況になっております。すみません、関連してなんですけども、今いる中学生はどこに通うようになるんですか。そうすると、そうですね、卒業される方、全ての在学生がいないということを確認しております。ですので、それをもって並行というような手続きになるというご理解をいただければと思います。ですね、令和台風の被害なども受けまして、だいぶ反省をして屋内の避難場所と屋外の避難場所を年々増やしてきております。そして屋内だと207箇所まで増えておりまして、屋外だと185箇所まで年々増やしてきておりまして、まあ、平四所をはじめ各学校でですね、そういう場所というのは常に確保しているんですけれども、実際に円滑に行けるかどうかというところが課題となっておりますので、まあ、そういった中身の訓練というふうに受け取っていただければと思います。まずですね、私先ほどの説明で防災士が1004名と申し上げたんですが、1002名の誤りでした、すみません。資料には入ってないんですけど、1004という数字に、本年の4月末の数字になってまして、これ東北で一番多い数字になってますね。福島郡山が、福島は600人弱、郡山も500人弱なんで、まあ、かなり多いかなというふうに思っております。で、やはりですね、防災の一番のポイントというのはやはり逃げ遅れを防ぐということだと思っております。それは令和元年台風の時の大きな反省ですので、やはり今登録防災士の方々が、いわき非常に地域が広いので、各地域の核になってもらってですね、そういう人たちに旗振り役になってもらうということが大事だと思っておりますので、まあ、地域ごとに自主的にですね、自助公助でやってもらうという部分が要だと思っています。
ですね、今の時点ではですね、まだ国や東電と関係者の理解促進がまだ十分図られているとは思ってない状況ですので、国がまた東電が夏ごろに放出っていう方針はもう出されておりますけれども、現時点ではまた合意形成がなされてないという状況でございますので、いわき市としてはですね、もっともっとこう理解情勢を図ってくれということを申し上げております。まだ理解情勢の途上だということを申し上げておりますので、放出した前提でということをちょっとコメントするのはちょっとできないかなと思っております。つまりこう放出するという前提でコメントするとですね、それをこう認めるような話になってしまいますので、なので現時点では理解途上でございますので、その件に関してはお答えはできないということです。何らかの対応等に考えはありますか。ですね、既に風評はこう起きておりますので、既にそういう意味でのこうその放出するという方針に対しての風評が起きていることに対してはいろいろ行ってますけれども、その放出した後のということの前提だと思う、それはこう我々として放出を認めたことになってしまうので、現時点ではですね、そういうちょっとコメントは難しいです。はい、すいません。それでは以上をもちまして市長記者会見を終了いたします。本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。